どうも、映画プレゼンターの赤ペン滝川でございます。さあ、今回紹介する作品は、あの大ヒットドラマがついに映画化、主演菅田将暉で送る極上の新感覚ミステリー、ミステリーという流れでございます。待ちに待ったあの癒し系おしゃべりブロッコリーがこの秋映画になってスクリーンに登場いたします。さあ、まずはこちらの作品の概要を説明すると、原作は同名タイトルのコミック、原作者は田村由美先生。これまでも数多くの名作を世に送り出しておりまして、ミステリーという流れも累計発行部数1800万部を突破しております。そして去年2022年1月クールに月9枠で連ドラ化、大きな話題となり高視聴率を記録しました。天然パーマのおしゃべりな大学生久能整君はドラマの中で様々な事件に巻き込まれていきました。近所で起きた殺人事件の容疑者になったり、乗っていたバスがバスジャックにあったり、記憶喪失の爆弾魔と出会ったり、元刑事から難事件クイズを出題されたり、連続放火魔を見つけ出したり、密室殺人事件を事前に阻止してみたりと、とにかく巻き込まれまくった全12話を経て、ファン待望の映画化となりました。そこで今回は、この映画をより楽しんでご覧いただくためにこんなコーナーをご用意しました。ミステリーという中で見逃さないでほしい注目ポイント3箇条。まず注目ポイントその1はこちら。事件の謎も人の心も解きほぐす探偵物の常識を覆した久能整と、このドラマの最大の魅力はやはり主人公である久能整君のキャラクターにあります。まあ、一般的な探偵物のキャラあるあるを言うと、大体非常識な変人でグイグイ強引でなんだかんだ戦闘能力が高いと、そういう設定が多いんですけれども、整君は一切ないです。まあ、変わり者なんだけど、基本的には礼儀正しく常識人だし、強引さはなく常に巻き込まれ方だし、今のところ戦闘能力はゼロ。穏やかで優しい、直毛への憧れが強い普通の大学生でございます。整君は幼少期から全く同じ髪型で変わんないですからね。ただ整君には髪型以上に大きな特徴があります。それはとにかく口数が多い、めちゃくちゃ喋りまくる。そう、整君は圧倒的な知識と高い分析力で事件の謎を解き明かすだけではなく、登場人物の心の闇に光を当てていきます。整君の言葉は罪を犯した犯人さえも号泣させてしまうレベル。それを見て俺も号泣ですよ。許しと癒しを与えていくわけなんですね。そうしてこれまで様々な事件の謎と人の心を解きほぐしてきた整君が、今回は広島である女子高生に出会うところから物語が始まります。続いて注目ポイントその2はこちら。謎だらけの遺産相続、怪しすぎるある家族と、広島で声をかけてきた女子高生が言うんですよ。遺産相続の謎を解いてほしいと。はぁ？と詳しく聞くと、莫大な遺産を持つ狩集家、そこに集まった4人の孫たち、全ての遺産は亡くなった当主から出された謎を解いた1人だけが相続できると。しかし遺産が莫大すぎて、これまでも遺産相続のたびに死者が出るという地獄のような歴史を持つ一族だった。整君はそんな遺産相続謎解き大会に強制参加。どう考えても悪い予感しかしません。そして最後注目ポイントその3はこちら。原作ファン待望のエピソード、シリーズ最大級の巨大な謎と、今作で描かれるのは原作ファンの間でも人気の高い通称広島編でございます。テーマが遺産相続ですから、次々と人が死ぬ遺産相続マッチが開催されるかと思いきや、ただの遺産相続という中で観客の予想を上回る巨大な謎が待っております。さあ、果たして誰が遺産を相続するのか、整君はどんな謎を解き誰の心を癒すのか、ぜひ劇場でお楽しみください。ミステリーという流れは9月15日より全国ロードショーでございます。